どうもこちらクソヨクです。前回こちらのダークデスサイザー FJ を紹介したんですけれども、今回はこちらのホーリーホルスルート UC を上げていきたいと思います。ホーリーホルスルートアッパークロー、こちらのホーリーホルスルート UC はスタミナになっております。で、やっぱデュアルレイヤーですね。それじゃあ早速開けていきましょう。ホーリーホルスルート、すごいね。クロウがなんかジャラジャラストラップみたいになんか周りについてて、それが面白そうです。開けていきます。ででーん、こちらとこちら説明書とシールになっております。それでは早速シール開けていきましょう。シールを貼っていきましょう。一応本体は見せますか。ででーん、こんな感じで、まあレイヤーディスクドライバーで、ドライバーはこんな感じで、面白いねこれ。シール貼ります。はい、というわけで、シール貼り終わりました。まあね、こちらディスクがねすごいごついね。で、まあ、シール貼るとこんな感じで、こういう鳥の顔があって、鳥がこんな感じで羽を広げてる感じのレイヤーになっております。で、ドライバーはこんな感じで、相変わらずね4つジャラジャラつトラップみたいなトゲがねついてるんですけど、こちらは遠心力によって回るとこうやって外側に開いて回るらしいですよね。なんでそこもまたね、どう攻撃とかにね変化があるのか楽しみですね。おっとっとっと、それ早速組み立てていきましょう。はい、組み立てるとこんな感じでできました。ホーリーホルスルートアッパークローですね。結構全体的にごつい、そしてかっこいいですね。今回はスタミナ系なのでこんな感じで、ドライバーが広くてどっちかっていうといいリディングに似てますね。ロックの山はこんな感じ、一番ここが高くてだんだん低くなってる感じですね。それでは早速回していきましょう。今回はこちらの前回紹介したダークデスサイザーフォースジャギと戦わせていきたいと思います。よし、やりましょう。3、2、1、ゴーシュ。ゴーシュ、こんな感じです。やっぱね、こちらスタミナとなってるので真ん中に届まっている。はい、リフィニッシュで勝ちました。次はこちらのスタミナ同士、スタミナのいいリディングを使ったイビルアイと戦わせていきましょう。ゴーシュ、さてどう変わるのか。ゴーシュ、おお、あとちょっとあー、もう一回いきます。3、2、1、ゴーシュ。ゴーシュ、お、いい試合じゃないかな。スタミナ同士、おっとっとっと、おおおおお、ギリギリ負けちゃった。次にホーリーホルスルート単体だけで回してみます。こんな感じですね。こんな感じで開いてるのがわかるかな。ほら、ここにちょっとドライバーがオレンジが上がってる、回ってるのわかるか。今爪に当たってるのがこちら開いてるものです。でほら、こんな感じで下に下がるというね、回転力が失われていくとだんだんこれも下に下がっていく感じになるんですね。面白い。はい、というわけで今回はこちらのホーリーホルスルート、アッパークロー
を紹介しました。やっぱクローが結構面白かったし、こちらのホーリーホルスード結構かっこいいですね。ここのクリアパーツからちゃんとしたね、もともとのコンっていうのかな、コンのプラスチックがビュンって出てる、これかっこいいですよね。でちゃんと中のこちらの鳥の皮の部分はちゃんと塗装されているので剥がれにくいですね。やっぱ上からクリアパーツが、はい、あるので。でやっぱ一つ一つのね特徴が面白かったです。これもデュアルレイヤーの中ではまあすごいね、クリアパーツと2つのねプラスチックパーツがすごいね、こんな感じで高さが違うんですよね。そしてこちらのディスクもごつくて重いです。ほらこんな感じ、ちょっと貝殻みたいな形なのかな。でこちらの黒、やっぱこれですよね、これ面白いです。というわけで皆さんもこちらのホーリーホルスードアッパークロー買ってみてはどうでしょうか。というわけで次回の動画でお会いしましょう。ホーリーホルスードバイバイ。